こんにちは、白羽です。最近ローソンのプライベートブランド商品のデザインが変わって商品が見づらくなったという話を聞きまして、見に行ったら思いのほかたくさんお買い物しちゃいました。どれもいい商品だったので今回はそれを紹介します。最初はこちら、マヌカハニーアーモンドです。名前の通りマヌカハニーをまとったアーモンドです。これは前から好きでよく買って食べてます。2つ目はうずらの味付け卵です。パッケージが美味しそうだったので買ってみました。爪楊枝がおまけでついてました。中身はこんな感じ。おやつ感覚で食べられていいですね。ただちょっとね、私卵は薄味が好きなのでちょっと味が濃いなと思いました。でもこれくらいの方が好きな人は多いんだろうなとは思いました。続いてロース生ハムです。噂のプライベートブランドニューデザインです。確かにお店の中で見ると商品は見つけにくいだろうなとは思いましたが、単体で見ると可愛いですよね。普段生ハムとか食べないんですが、このデザインがハムのピンクを美味しそうに見せてて思わず買っちゃいました。どれどれ、お刺身みたいですね。とても美味しいハムでした。そのまま食べましたけど、本当は何かを巻いた方がいいのかな。続いてポテトサラダ。これもまたパッケージに惹かれて買いました。中身はこんな感じ。ローソンのポテサラって初めて食べますが美味しいですね。これ130円でしたけどコスパいいと思います。これはもう自分で作るよりも買ってしまうな。続いてミートソース。このパッケージを真似して盛り付けたつもりだったんですが、全然違いますね。美味しくなさそうに見えてますが、実はこのミートソース非常に私の好みでした。とっても美味しい。これって105円なんですよ。しかも2人分です。1人50円でこの美味しさ。ローソンのお惣菜っていいですね。知らなかったです。続いて国産果汁ゼリー。これもパッケージが可愛いと思って買いました。中身も綺麗です。6個か7個くらいしか入ってないけど程よい甘さで美味しい。これは168円でした。次はポテチ。瀬戸内レモンペッパー味です。最初はレモンの味がするポテチに違和感を感じていましたが、食べているうちに慣れてきたのか、最後の頃には美味しいと思ってきた不思議な味でした。以上、ローソン購入品でした。ローソンってこんなに安くて美味しかったっけ。パッケージのデザインは賛否あるようですが、これのおかげで私は美味しいものに出会えたので、悪いとは思えないですね。